これは、はい、ダークソンでございます。こちらがね、士別市御根別にございます御根別ダム来ました。ご覧の通り岩でできたダムでございます。向こう側の左岸、水が流れる音するんで早速近寄りたいんですが、これ見てみましょう。灌漑用ですよね、水利使用標識。それでですね、潮流量っていうのかな、859万立方メートルでございます。それでこのダムなんですが、高さが33メートルだったかな。で、低潮長、この横の長さですよね、が178メートルでございます。まあ、岩でできたロックフィルダムというものですね。で、湖面がですね、今満水状態でございまして、余水鉢から水が自然と流れ落ちている模様でございます。湖の方を見てみますと、あの塔ありますよね、これが取水塔といいまして、ここからもね、水をね、抜き取ることができるんですよ。下のスクリーンの部分が赤くてかっこいいですよね。上にとんがった帽子が乗ってます。なかなか音は迫力あるんですけど、どんな感じで越流してるのか早速見てみましょう。ダークソンの不人気シリーズスタートでございます。そっか、ここ2段ぐらいになって下流に流れていく感じなんですね。あ、そうだ、言い忘れてました。先ほど高さが33メーター、横の長さが178メートルと申し上げました。で、こちらのね、停滞岩の部分ですね、確かね、18万1000立方メートルの体積なんですよ。で、それほど岩とか、まあ土ですよね、そういった材料少ない割に、この湖面の水はたくさん溜まるといった、とてもね、効率のいいダムなんです。じゃあ早速見てみましょう。そこだよね。朝方は雨降ってたんですけど、晴れてよかったですね。でもまだ気温はね、低い模様でございます。これだ。じゃあまず下流の方を見てみますか。豪快に音がしますよね。あ、結構流れてるな。おお、へえ、あの下の方ね、プール見たくなってまして、水の勢いを止めてるんですよ。じゃあ上流です。あ、結構いい感じですね。おお、犬牛別川の上流なんですね。はい、こんな感じで以上でダクソンでした。